はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。いよいよ9年目のスタートです。選手データご覧の通りになっております。だいぶね増えてきましたよね。 S は3つですね。ジャネットも S だからな。欲しいかなと思いますが、さあ練習試合です。やっぱり強いチームとやらなければなりません。最初はキャピタル東京ですね。昨年あのジャパンカップで準々決勝で涙を飲んだチームです。公式戦じゃないから負けられます。試合です。練習試合ですね。今回もたっぷり練習試合で課題を手に入れられますので、おー、クライス抜けたんが、クライスちょっと大丈夫か。縦に通った、ユーナ。おー、ゴール前だ。トリック、カルメン、見事に取りました。ミニゲーム。さあセンタリング上げた。さあいろいろカードをいただいております。とゴール前、ファールです。おっとイエローカードですね。新年早々のイエローカード7個。ジャネットがクリアします。日野に渡ってますよね。早いな。しかし結構スピードがある。チャンス、ユーナ入った。センス、先取点です。これはいい速攻です。窓かい。そこにユーナが待っていた。
いいですね。と、センタリングユーナには届かない。さあ、ラストチャンスでしょう。試合終了、勝ちましたね、なんと。意外にも。見事でした。早かったですよね。スピードも上がってるし、ユーナが鮮やかに。ボロシハイト結構いいですよね。8つ課題をいただきました。ありがとうございます。那覇とやりましょう。ユーナだけ、ユーナと変えましょう。メンソーレ那覇と練習試合です。いや、抜けた。縦パス。くるみ、オフサイドですね。さあ、これはハールじゃない。おっと、すぐ左だった。左ですね。見事です。13分50秒。結構くるみ以外がシュート上げ打つ決めることって多くなってませんかね。おーっと、まだキーパー慣れてないですね。宮崎簡単に捉えちゃいましたよね。これはいけません。
ゆうな、ゆうな痛がってます。さあ、笠沼に回った、抜けた。おー、カナがここはナイスキープ、ファールです。さあ抜け合うか、さよ、うーんと止め合いました。中か相手をマークもきつい。くるみふわっと上げて、さよ、シュート。これは援護するだけになってしまったか。幸子はセンタリング、ゆうなふわっときて、これ決まった、ナイス。ゆうなが取ってパスを打つつもりがシュートになったっていう感じですね。2対1リードになりました。さあフラスコは早い、ノーホイッスルだ。さあこれはちょっとピンチだぞ。1対1もつれ込まれた、同点追いつかれました。一瞬の隙が油断といいですよね。あーっと、宮崎でオーアディショナルタイムで勝ち越しを許してしまった。試合終了ですね。ボールの支配が圧倒的だったんですけどね。9つ課題をいただきました。さあいよいよ公式戦第1の相手は武蔵野モーネツと決まりました。練習試合をしました。たくさんカードをいただきましたね。これをバネに育てて、より強いチームとして、今年を迎えの公式戦を迎えたいと思います。よろしくお願いします。応援ですねは、チャンネル登録と高評価にかかっております。ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。